皆さんこんにちは。この度は舞台結びで雅の竜役を演じることになりました杉江太一です。全部が手探りだなっていう感じが僕の中ですごいするので、今までやっぱセリフを吐くことで、お芝居をしてきたので、亡くなった時に自分が一体どうなるのか、縛りを与えられた中で自分のできることを精一杯、今まで持ってきた引き出しをなんとかこじ開けて面白いものにできるように頑張りたいなと思います。そうですね、オタクってなんかこう実は定期的に役をいただいて、なんか数年に一度ぐらいちょろっとずつオタクをやってるので、セリフでオタク感をこう出すことが多いので、こう佇まいでオタクですってすぐ分かるように頑張りたいなと思います。いや、なん僕は個人的にノンスタイルさん大好きなので、いや、なんか僕がこんなこと言うのも、僕は一ファンとしてこのなんかボケ方が杉江に刺さるんですよちっちゃい頃から若い頃から見てた石田さんのボケがどこかの舞台で杉江からにじみ出たこともあるんじゃないかぐらい好きなので、僕が何かやったことにどんなダメ出しをいただけるのかとても楽しみであり、ちょっと不安であり、ワクワクしております何を頑張ればいいのかもわからない感じなので、とにかく入ってみて皆さんと一緒に探りながら作っていきたいなっていうの と、日本初世界に向けて言葉なんかいらない笑いをお届けできるように、精一杯頑張りたいなと思います。応援よろしくお願いします。